皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。この動画は自分を成長させるために知っておいた方がいいコンフォートゾーンについてお話をしていきます。新しいチャレンジに変化はつきものです。チャレンジはした方がいいと頭では分かっていますが、コンフォートゾーンとチャレンジについて一緒に考えていきたいと思います。新しいことへ踏み出したいけどなかなか一歩が踏み出せない、そういった方は多いと思います。イメージですが、チャレンジをしなければいけないと考える方も多いと思います。しかしチャレンジが楽しいという感情よりもきつい辛いとなってしまっては継続自体が難しくなってくると思います。これからお話しする内容は何かの結論を導き出すものではなく、チャレンジと心の安定を両立させるべくダンスのお話を通して皆様と一緒に考えていく時間にしたいと思っています。チャレンジしたいことと現状維持をしてもいいこと、これがうまく区分けできるようになって、チャレンジ自体が楽しいものとして積極的にアプローチできる世界観が生まれればいいなと思っています。このジェミニズアイというコーナーでは、知識からダンスや生活の質を向上させていくための情報をお届けしていきたいと思っています。ダンサーや指導者の方はもちろん、ダンスと関わりのない方でもお役に立つ情報一つでもあると思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので通知ボタンの方も押していただけると嬉しいです。それでは早速コンフォートゾーンについてお話ししていきましょう。コンフォートゾーンとはストレスや不安がなく安心で落ち着いた精神状態でいられることを指します。快適領域とも呼ばれています。よく例えられるのは時間、人、場所です。リラックスできる時間、信頼できる人、安心できる場所など、こういったイメージになります。そしてこの安心安全という状態を感じているというのは無意識であることがほとんどだそうです。確かに言われてみれば、この場所安全だから行ってみようとか、この人は安心できるから近づいていこうとか、そういうふうには考えたりしないですよね。コンフォートゾーン、つまり安心安全でストレスフリーな状態というのは自分にとって幸せで最高な状態です。一見何の問題もないように見えますが、ここから話は少し急展開を迎えていきます。皆さんも一緒にイメージしていただきたいんですが、もし私たちが原始時代に住んでいて、毎日一緒に協力しながらハッピーに暮らしていったとします。人口も順当に増えていったとしましょう。そして食料不足になってしまったとします。このままではみんな食べ物に困ってしまうから、新しい場所、知らない場所に行って食べ物を確保していこなければいけないと、そういった問題に当たったとしましょう。さてここで私たちはチャレンジをしようと決めることになりました。意識的に新しい場所に行って、そして新しい食べ物を探すということになるわけです。そうすると心の中に変化が起こります。新しい場所に赴くことによって、知らない土地で知らない猛獣に出会って命の危険はないかなとか、別の民族に出会うことで戦いに巻き込まれないかなとか、コンフォートゾーンを脅かす不安が湧き出してくることになります。無意識で快適だったコンフォートゾーンを出ると意識的に考えた瞬間に、嫌だな、怖いなとマイナスのイメージが頭いっぱいに広がっていってしまうわけです。今の例え話のように、皆さんにも何かチャレンジをしようとか変化を求めようと思った時に心が歯止めをかけてしまうことってありませんか？私はあります。大きな怪我をしてしまって1ヶ月ほどトレーニングができなかった時に少し太ってしまったんですね。そしてかなり怪我も癒されて、これからトレーニングしようと思った時に、その癒されていた1ヶ月の時間がとても懐かしくなって、なかなかトレーニングに身が入らない。でも心の中は大好きなダンスに取り組みたい、集中したい、ここのギャップが結構ねあったんですよね。この経験はかなり自分の中に残っている失敗例です。ことの大小に関わらず、何か変化を求めると心が歯止めをかける。これには熱気とした理由があるとされています。原始の時代より人間は危険を回避するように本能的に進化していったと言われているそうです。この性質が現代の私たちにも DNA レベルで染み込んでいるということです。確かに言われてみればそうだなと感じる節はありますよね。この状態を引き戻し現象というそうです。チャレンジしたい、進化、変化をしたいんだと考えるパワーを1だとすると、この引き戻し現象のパワーはなんと3万だそうです。そういう記事を何かで見たことがあります。これは頭の片隅に残ってる記事なので、3万だったかはちょっとね、確証がないんですけれども、おそらく3万だったと思います。間違いなくお伝えできるのは、とんでもない数字でその引き戻し現象のパワーっていうのはすごいんだということだけは間違いなくお伝えできることです。ここでコンフォートゾーン、別名快適領域について少しまとめておきましょう。ストレスや不安がなく安心で落ち着いていられる状態であるコンフォートゾーンは、ほとんどの場合無意識で感じていることである。このコンフォートゾーンから出ようとすると引き戻し現象が起こる。引
き戻し現象は本能的に働くものなので、ゼロにするのは難しいと思われる。このまとめから確かに言えることは大きく2つだと思います。コンフォートゾーンはとても素晴らしいことですが、進化が得られないということですね。もう一つはチャレンジをしようとすると引き戻し現象が起こります。こいつをなんとかコントロールしなければいけないということになってきますよね。こういうお話が好きな方はコンフォートゾーンとても有名なので知っている方もいらっしゃるかもしれません。よく聞くアドバイスとして、何か自分を変えたいのであればコンフォートゾーンを抜け出さなければダメだとされる印象です。果たしてそうなのか、例えばダンスを上達するためにはチャレンジが絶対的に必要なのかということを少し考えていきたいと思います。ダンスがもっと上手くなりたい、それには練習量が必要だ、分かってはいるけどなかなか増やせなかったり、取り組む意識が起こらない、こういった状態が続いてしまうと自分を責めてしまったりしますよね。他にもダイエットだったりとか勉強だったりとか、こういったことで引き戻し現象を例えることがとても多いです。このように快適領域を抜き出して自分の進化を求めるんだけど、引き戻し現象にコントロールされてしまってなかなかうまくいかない、同じ失敗を繰り返してしまうというのは大小関わらず何かしらで皆さん経験されていることと思います。ここからコンフォートゾーンについていろんな角度から見て、良いも悪いもどのように捉えて考えていけばいいのかということを少し考察していきたいと思います。私なりにコンフォートゾーンを3つの捉え方に分けてみました。もしね、皆様も何か別の捉え方だったりご意見とか経験だとかがあったらコメント欄に書き添えてくださるととても嬉しいです。さあ、まず第1に、コンフォートゾーンとは果たして本当に悪いものなのかと少し疑いの目を向けてみました。一番の問題点は変化進化がないということでしたが、物事によっては変化進化がないことの方が良いとされることもあると思います。時間、人、場所、これに当てはめて考えてみると、自分を癒す時間はとても大切ですよね。そしてそれはそれぞれに趣味嗜好があると思います。これを変化させる必要というのは特に感じないと思います。大好きな人がいたとしてお互いに信頼をし合ってるとしたら、その関係を無理に進化させたり変化させる必要もありませんよね。自分が大好きな場所、そして安心できる場所、これも特に難がなければ変化をさせる必要というのもやはり感じません。指導の現場では新しいチャレンジを促したりアドバイスをする機会も多いです。しかし、どんなにその才能があると第三者が思っていて伝えたとしても、本人にやる意思がない限りその本人はデメリットだと感じないわけですよね。コンフォートゾーンをぬるま湯と表現することもできますが、この安心や幸せを感じられるというのは本当にハッピーなことです。このハッピーが不変なものであれば、より心もおおらかになりますし、私たちにとっては本当に大切なことになっていくはずですよね。こういった視点から見ると、コンフォートゾーンは抜け出さないとダメだぞ、進化変化がないとやばいぞと一括りにするのは少し矛盾が生じてくるようなイメージです。ではコンフォートゾーンを出ないとまずい状態、これは一体どんなケースなのかというのを考えてみました。これは答えがとてもシンプルで、自分が何か進化変化を求めているんだけど引き戻し現象の方にコントロールされてしまっている、これに尽きると思います。ここまで簡単にお話をまとめると、良いコンフォートゾーンもあると思います。それは自分が望んでいて不変であることを望んでいる場合です。そして悪いコンフォートゾーンは自分が望んでいるのに変われない状態、これはとてもストレスだと思います。この区分けをしっかりしないとコンフォートゾーンを抜け出すのがいいんだと決めつけるのは危ないかなと思います。ここからはコンフォートゾーンを出てチャレンジしていくぞとなった時にどんな捉え方があるのかなということを考えていきたいと思います。コンフォートゾーンを出るということはチャレンジをすることとイコールと言っても過言ではないと思います。私はこのチャレンジに踏み切るにあたって2つの捉え方があるかなと思いました。1つはチャレンジが楽しい、もう1つはチャレンジはしたいけど楽をしたいというこの2つです。まずはチャレンジが楽しいと感じる場合のことを考えていきたいと思います。皆さん自身や皆さんの周りの方でもいいです。とてもリスキーなチャレンジをとても楽しむ方っていらっしゃいませんか？第三者から見るとそれは無理だよとかすごく大変そうだなと思うのに、至って本人はワクワクしている、そして輝いているオーラでいるという状態です。私が振付指導をしていたダンサーの一人が一生懸命練習をした結果、足首の骨にひびが入ってしまいました。疲労骨折の一種です。ある程度治ってきてからも痛みは続きます。特に強く踏み込んだりとかジャンプの着地などは稲妻が走るような感覚になります。
その時点でお医者様からは無理のない範囲でやって OK だよということで、ある程度の、ね、自己判断に委ねられた状態になっていました。しかし私から見て、いくつかの、ね、技が厳しそうだったので、ジャンプだったりとかターンだったりとか、本当にいくつかのところをレベルダウンしたらどうかという打診をしましたが、その子はガンとして譲らずに全てパーフェクトにやりたいということを譲りませんでした。もちろん専門家であるお医者様がもうダメだよと言えばそれは絶対に止めるべきなんですけども、そのケースの場合はお医者様はある程度の範囲でということで OK を出していました。私自身も骨折を経験したことがあったり、治りかけで本番をやらなければいけないことがあったので、その痛みがどういうものなのかも分かっていたし、若い子にとってどれだけきついのかということもある程度ね分かるつもりでいたので、配慮のつもりでそういうふうに打診をしたつもりだったんですけれども、その子が最も大事としていたのはその痛みというよりは仲間とこれまで積み上げたものだったりとか、自分が掲げた目標を投げ出さないということがとても大事にしているということでした。体のことを考えてコンフォートゾーンにとどまろうと打診する私と、ある程度の痛みはこらえてコンフォートゾーンを出て、そして心のチャレンジを優先する私と、その子の価値観の違いが生まれたわけです。言葉でまとめると今のようになるんですが、その時私がその子のオーラから、そして目つきとかから感じたことっていうのは、その子はチャレンジすること自体がコンフォートゾーンなんじゃないかなというふうに感じました。通常であればとどまることがコンフォートゾーンというイメージなんですが、そのダンサーの場合はチャレンジをし変化をしていくことが快適領域になっているような印象です。このお話から私が学んだことは、誰かのコンフォートゾーンは誰にでも当てはまるコンフォートゾーンではないんだということです。もし現状維持が快適領域であれば、そこから飛び出してチャレンジすることというのに引き戻し現象が起こってしまいます。しかし進み続けることが快適領域であれば、もし止まってしまった時に過去の自分に戻りたくないということに引き戻し現象が起こるはずですよね。こうしてコンフォートゾーンや引き戻し現象を自分がやりたいと思うことにうまく利用していく方法っていうのもあるんじゃないかなと思います。おそらく第三者から見てそれは無理だろう、大変だろうって思うことにワクワクする方というのは、チャレンジし続けることが快適領域になってるんだと思います。さあ先ほどのお話なんですけれども、そのダンサーは苦痛の顔色を見せずに本番をベストパフォーマンスで乗り切ることができました。もちろん事前にお医者様に許可をもらいましたし、事後にもアフターケアをしっかりするようにということでしっかりやりましたが、この経験で私は守るという概念をより深めさせていただいたような気がしています。さてチャレンジに踏み切るにはこうしたパターンもあると思います。本当は変化進化を求めているんだけれども、現状維持をして楽をしたい、新しいチャレンジをしたいんだけれども体が止まってしまう、こういったケースです。こういった状態がコンフォートゾーンを出た方がいいと多くの方がアドバイスされる理由の一つになっているんじゃないかなと思います。この状態は本当に厄介ですよね。自己矛盾も生じますし、自分の中でうまく整理できない状態になってしまうと思います。三日坊主なんていう言葉もありますし、私のね祖父の代の方から明日やろうはバカ野郎だぞなんていうふうに発砲をかけられたことも私自身あります。コンフォートゾーンにとどまりチャレンジをしないと同じ失敗を繰り返す、変化や刺激のない時間を過ごす、固定概念に支配されるなどがデメリットだとされています。対してチャレンジから得られるメリットというのは、状況への対応力がつく、柔軟性、想像力などの能力がアップ、自信がつくということだそうです。もしも停滞している自分にこういうアドバイスをいただけたら本当にありがたいです。私もこういったアドバイスをしますし、していただけたらとても嬉しいです。ただもし自分が引き戻し現象にコントロールされている状態だとしたら、耳に入ってくるでしょうか。私自身の経験ですが、10代の時結構強めの反抗期だったので、その時にねたくさんの方から多くのありがたい言葉をいただいたんですけれども、ほとんど耳に入ってきた覚えがないんですよね。それもそのはずですよね。先ほどお伝えしたように引き戻し現象のパワーっていうのはものすごく強くて、さらに人生の 90% は人間はコンフォートゾーンで過ごすと言われています。こうした本能的な反応というのは当たり前のことですから、停滞している自分を責めるということにエネルギーを使うのではなくて、何が引っかかりポイントなのかということを考えること、洞察していくことにエネルギーを使った方がいいかなと、私自身はいつも自分にそう言い聞かせています。このようなやりたいことがあるのに動けないという状態を考えるときに、アクロバットのレッスンで補助なしでもう少しでバク転ができるよという生徒のことを思い出します。バク転の補助をするときは腰に手を添えるんですけれども、一人でやるときというのは腰から手を離して自分自身でやってもらわなきゃいけないですよね。このときに実施する子にとってはとても大きな不安に襲われるようで、準備をしては
やめて、そして深呼吸して、もう一度準備をして、やめてという行動を繰り返します。メンタルが弱くてと、そういう自己評価をする子もいますし、またその子がね、子供の場合は保護者の方がそういう評価をすることもあるんですけれども、私自身は一番そばで補助をしている立場として少し違う感覚を感じます。もし本当にメンタルが弱いんだとしたら、チャレンジする現場であるレッスンには来ないと思います。そして来たとしても、いざ一人でやるとなった時にマットに乗らずに、例えば逃げ出してしまったりとか、フリーズしてしまうと思います。むしろ不安や恐怖があると分かっているんだけれども、一人で実施しようとして準備をする、そしてもう一度心を整えるために準備をやめて深呼吸をしていく、これはむしろメンタルが強いことなんじゃないかなと感じることがあります。ちょっと違う視点で見ると、そういう捉え方もできますよね。スポーツの世界では心技体という言葉を用いて例えられることが多いですが、今回の例え話であれば、心は恐怖やそして不安を抑え込んで戦おう、つまり実施しようとしているので、むしろチャレンジャーだと思います。技とか体の部分でいくら第三者がもう絶対一人でできるよと投げかけたとしても、本人がその技や体を信じ込めていないのでフリーズしてしまう。つまり自分自身の技の精度を信じきれていないだけなんじゃないかなと、私はそのように隣で感じてきたわけです。もし今の仮定が正しいのだとしたら、本来は技の精度に対して時間とか労力を使うべきであって、本来課題ではないメンタルのことに頭を悩ませる必要というのは全くなくなってくるわけですよね。実際に腰に手を添えてあげれば、必ずパンパンパンとね、回ってくれる子っていうのはほとんどなので、やはり技の精度が自分の快適領域に行くまで精度を高めた方が早いんじゃないかなと私は思っているわけです。このようにメンタルが弱いと自分で言う方って結構いるんですけれども、ちょっと別角度から見ると、メンタルが弱いと決めつけてしまわない場合の方がいいケースっていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思います。そんな風に考えると、これからチャレンジすべきことの方向性っていうのが一気に分かるようなこともあります。つまり技の精度を上げるためにたくさん練習量をやればいいんだ、自分が安心できたら少し自分でチャレンジしてみればいいんだ、失敗をしたらもう一度補助を頼めばいいんだ、そんな風に順を追って成長を遂げられるということがあると思います。チャレンジをすることはとても大事だと言われることが多いと思います。確かに何か変化をしたい、進化がしたいと湧き出てくれば、チャレンジは必須になってくるので、とても大事なことだとは思います。私はダンス以外の専門家ではないので、こうした方がいいとか、ああした方がいいというアドバイスをできる立場にはありませんが、チャレンジには失敗がつきものだということは間違いないと思います。その失敗を失敗だと思わないぐらいのワクワクがあれば、容易にコンフォートゾーンを出ることができると思いますし、もしそれが一人で困難な場合は、補助を求める、助けを求めるという方法もありだと思います。何かをしたいんだけれども、取り組むことに臆してしまうという状態に陥った時って、少し別角度から考えてみて、原因を少し探ってみるという時間を使ってみてもいいと思います。そうすると意外と障害だと思っていたことが障害じゃなかったりすることっていうのもあると思いますので、ぜひできない自分を責めるのではなくって、その原因を探ってできることから一歩ずつやっていくっていうのがいいんじゃないかなと、私自身は自分にも言い聞かせています。どうすればいいという解決策は本当に人によって様々だと思いますが、チャレンジをするにあたって失敗はつきものであるということを許容することと、それ以上のワクワクを持てるようになること、ここにヒントが隠されているんじゃないかなというふうに思います。さあ皆さん、コンフォートゾーンについて一緒に考えていただき本当にありがとうございました。何かね、ビシッと解決策を導き出せるような内容ではなくて恐縮です。ここまで見てくださった皆様の中で、チャレンジって最高にワクワクするよっていう方もいらっしゃると思いますし、逆になかなか新しいことには腰が重いんだよなとか、チャレンジって臆してしまうんだよなっていう方もいらっしゃると思います。いずれのタイプにしよう、ここまで見てくださった方の中では、チャレンジをすること自体を真っ向から否定するような方はいらっしゃらないんじゃないかなと思います。こうした答えのないことって、捉え方によっては良くも悪くも働いていきますよね。ぜひ皆さんが普段やっている工夫の仕方だったり、捉え方、そんなことがあればコメント欄の方に書いてくださるととても嬉しいです。誰かの何かのヒントになるかもしれません。私自身も誰かの違う意見というものを聞くのが大好きです。さあ、簡単にではありますが、内容の方を確認していきたいと思います。コンフォートゾーンは快適領域で無意識に感じている。コンフォートゾーンは快適だが、進化変化が起こらない。コンフォートゾーンから出ようとすると引き戻し現象が起こる。引き戻し現象も無意識であり、本能的に危険を回避しようとしている。この力はチャレンジしようとする時の力よりもとても大きな力が働いて引き戻そうとしていく。
そしてこれが最も大事なことになりますが、コンフォートゾーンや引き戻し現象を自分のプラスにうまく利用していきたい。これからもダンスで学んだことを通して皆様のライフがエナジーあふれるものになるように丁寧に動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンの方も押していただけるととても嬉しいです。皆さん長い時間最後まで見ていただき本当にありがとうございました。私からはチャレンジには2つのパターンがあるんじゃないかなとお伝えさせていただきました。一つは楽しいで、もう一つは楽したいです。これ面白いなと思うのは、どちらも楽しい、楽という漢字を使ってますよね。コンフォートゾーンから抜け出したいとワクワクしている人にとっては楽しいという言葉になって、そこに留まりたい、留まりたくない、行きたいんだけど戻っちゃうよっていう方は楽をしたいということを説明に使うわけです。使い方が違えば捉え方も全く違くなってくるわけですよね。この辺が私がすごく面白いなというふうに思うところです。いずれにしてもチャレンジをして、自分のねコンフォートゾーンから抜け出すにしても、コンフォートゾーン、不変なものを大切にするにしても、コンフォートゾーンに操られるのではなく、自分のためにうまく利用していきたいものですよね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。Thank you.